湯崎知事に報告したのは、福山大学と福山市の水産卸会社、倉橋の関係者らです。シロギスは東京などの市場では20センチ以上の大きさになると高級魚として扱われるため、福山大学が9年前から養殖に取り組んできました。そうした中、倉橋は沖縄県にある陸上養殖施設を活用して、去年種苗センターを整備し、全国で初めて量産化に成功しました。ビンゴの姫と命名された養殖シロギスは甘みがあって、天ぷらや塩焼きなどにすると美味しいということです。湯崎知事が天然と養殖それぞれを食べ比べました。こっちの方がすごい身が柔らかくて、ふっくらして、うん、柔らかいっていうよりもふっくらしてる、うんうん、企業さんとつながって社会に貢献できるっていう、その喜びを学生がやっぱり感じているところがありますので、そういうところはやっぱり非常にいいのかな。ビンゴの姫は18日に1万匹が初出荷され、名古屋や大阪などの市場に送られるということです。